稲村山は四国山地西部に属する山である。新日本百名山及び四国百名山に選定されている。山名は頂上が稲に似た草むらに覆われていたことに由来する。随所に垂直に切り立った、急峻な絶壁が見られる山陽であり、木城山とも呼ばれ、登山道途中には鎖場もある。山腹は海林で覆われ、5月には明けぼの土地が開花する。 稲村山周辺には、平家の落ちう伝説もあり、山頂には、祠が祀られる。稲村山の南西側の途中山やマロクの標高800メートル付近には、途中村があり、江戸時代には内番所が設けられていた。この途中地区はかつて、安徳天皇が先行した伝説で知られ、阿川郡に通ずる街道筋であり木の根が張り出す。難所が多く、木の根三里とも呼ばれたが、現在では、 海道筋の大半が大橋ダムに沈む。山頂には二等三角点、稲村家台が設置されている。南東側山腹には稲村ダムがある。山頂からの見晴らしは良好で、石槌山、亀ヶ森及び笹ヶ峰など、石槌山脈の山々や太平洋などを望む。稲村ダム建設以前は人を寄せ付けない山とされてきたが、 ダムから洞窟ルート及び小道ルートが整備され、今日では手軽な登山となっている。ありがとうございます。